思ったんですけど、はい、毎回何代目何代目って言ってるとですね、この動画だけ単体で見るとこいつら何言ってんだと言ってない。そうですね、分かんないですよね。7代目撮影今日、今日、はい、すごいですね。そういうことなんですよ。追って見ていただくと分かると思います。あ、そんな1代目と7代目じゃちょっと テンションと違うなこの違いが分かるかなっていう、若干誰とかといういやいやいや、はい、まあ、あのちょっとご紹介するには気合が入る1台じゃないかなと思います、はい。これからご紹介するのはですね、なんとスバルのサンバーバン、はい、グレードがディアス、はい、年式が平成19年、はい、走行距離は11万3000キロ、はい、色がですね、スカイブルーメタリック水色ですかね。そうですね、綺麗ですね、はい、となっております。スバル純血統サンバーといえばですね、はい、RR 駆動、そうですね、ですね。そしてなんとミッションは5速マニュアルミッション、はいはい、となっております。主な装備はですね、エアコンパス、パワーウィンドウ、ダブルエアバッグ、 ABS キーです。それから CD プレイヤー、はい、あとはミニライトのアルミホイールですね。あ、白の、はい、ついてますね、はい。あとは後付けでレーダーとかタコメーターとか、あ、はい、このナビもちょっと古そうではあるんですけど、ね、機能はしているという、ストラーダ、はい、ですね、などなどとなっております。はい、修復歴ありではありますが、はい、フロントパネル前側ですね、はい、の方を、補修しているということで、はい、まあ実際あのうちの協力工場であの修理してるんですけど、まあ、大変上手な工場なんで、はい、綺麗に直って、はい、で走行にも一切支障はございません、はい。まああれですね、サンバ、そうね、あれを君言いますか。いや、もう僕なんかじゃもう僕もちょっとあのろれつが回らなくなってきてるんですけど言いましょうか。はい、もうぜひお願いします。スバル純血統といえばですね、はい、4気筒エンジン、4輪独立サスペンション、はい、はい、最高ですね、はい、最高ですね、うん。まあいつも言うんですけど、やっぱりですね、スバルといえばですね、そこなんですよね。本当そうですね、はい、やっぱりですからサンバーとかですね、まあ未だに人気がありますし、この純血統のサンバーなんかはですね、はい、まあマニュアル車ももうなかなかいいコンディションのいいものがいないですからね。そうですね、はい、やっぱり走行距離が多かったりとかですね、はい、まあ、調子が悪かったりとかする車の方が多いという。ちなみにですね、このサンバーはタイミングベルトも交換してあります、当然だから、はい、この距離なんで、ですから、まあ、そういう心配もないという、はい、走りはどうですか。もうスムーズですね、クラッチもでもいいですし、はい、しっかり走ってくれますね、はい。僕が欲しいぐらいなんですけどねこれ。いいですよね、ま、君も大体サンバー好きじゃないですか、はい、ね、欲しいですねこれね。
ね、もう希少な希少です。サンバ、はい、ディアスパーク、はい、ぜひぜひですねご検討いただいてご連絡などいただければと思います。お早めもの勝ちだと思います。そうですね、はい、じゃあいいですか。はい、はい、ありがとうございます。